はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。ちょっとね、もう命の、そうね、カウントダウン始まってるんで喋りながらですが、今回ね、ミニット2回目やっていきましょう。なんだかんだでプレイからごめんなさい。実は1週間ぐらい経っちゃったんですが、船が直りました。じゃあね、ちょっと船に乗っていきましょう。船なんですけど、それこそね、最初の方に灯台で聞いたおじさんのアドバイスとかが役に立つのかなと思いますが、ちょっとね、あれは一応倒してよかったのかな。一応ね、スクショ撮っといたんで、さっき見直しといたんですが、ゆっくり行くなぁ。とりあえずね、まず要約すると、サメに気をつけろっていうところと、ちょっと待って。そんなこと言ってる暇ねえな。ちょっと待って、一回。はい、セーブポイント変わりました。ここがちょっと新しい拠点かな。はい。これコーヒーだと、避けれるやつよね。はい、でも死にましたと。はい、じゃあね、まあ、コンティニューは今セーブしたところからになりますが、ちょっと待ってね、一回ポンと僕のメニューを出しまして、アルバムをちょっと見せます。ちょっとね、他のアルバムも気になると思うんですけど、まあ、どうでもいいことばっかりしかないんですけど、これですね。これですね、とりあえず序盤で聞いたお話です。サメには用心せんやならん。うん、まあそうですね。で、ここより西に進んで小さい岩を見つけたら南へ。というわけで、まあ、シンプルなアドバイスだけど覚えておきましょう。これからね、海に行くこともあると思うんで。そうですね。なんかミスタイムあるからな。ね、かわいいでしょ。いや、ちょっとね、続き、いや、いいですね、これ。はい。早く続きやりたいんですけど、めちゃくちゃ序盤だな、これ。あとはね、なんか見せとく写真あるかな。やっぱりね、そうだな。最初僕、このゲームじゃない、スイッチやって一番最初に撮ったのって、やり始めたのって、やっぱゼノブレイドだったんで写真多いんですけど、そうね、ここら辺はめっちゃ撮ったなっていうところと、あれだよな、みんな絶対撮ったよなっていうところの写真があると思うんだが、どれだったかな。あったあったあった。これ。うん。これね、これ多分ゼノブレイド2やってる人は多分7割ぐらいは写真撮ってると思うんですけど、はい、終わり。じゃあ行きます。さあ、続きですね。はい。ここも気になるな。なんかあるのかな。攻めえな。よいしょ。お、BGM がいいなーって感じですが、ちょっと聞いてる余裕もないかなと思います。これなんだろう。え?めっちゃ切れるな。あ、鍵だ。すげえ。なんだこの発想。どんでもいいんだけど、ちょっとね、船なくなっちゃったような感じがするんだけど、これ帰れんの?鍵。ここで使うのかな?開いた。地下室か。うおー、何これ、潜水艦?こっちにしかとりあえず行けない。うおー。なんだろう、このロケット弾のアジトみたいなやつ。違う。ロケット弾のアジトというよりは、あれだね。山吹シティジムだよね。え、ちょっと待って、行けない。あれ?届かない?足りない?何これ?失敗です。続きいきます。こっち側見ておくか。暗号解除。西エラー。全部エラーだ。解除 0%。100% にしてこいって話だよね。こう。あ、下で戻っちゃうんだった。とりあえず、はい。こっち行くとどうなります?てか、これがさ、行けないってことでいいのかな?これ。うわー、ちょっと待って。はい、パスワードエラー。パスワードクリアです。はい、よ今回はこれで終わりか、これで終わりかな。一回やられましょう。戻ります。はい。東がクリアですね。東クリアなのは OK なんだが、じゃあどうすって言った話だな。カニですね。あ、これってこうやればいけます。いけますね。どうすればいい?
わあ、楽しい。ちょっと待てよ。初回だからなんですけど、全く法則がわかんないな。一回死にましょう。とりあえず、簡単じゃねえか。めっちゃ簡単だったな。はい。2手で終わりました。これで2個目も OK。 3個目はちょっとまず行くのが大変だよな。3個目はこうやって、ちょっとずれちゃったかな。いけます？いけたね。 OK。 はい、同じ発想でいきましょう。なんだ、多分順番があるんだよな。まずここで、次が、ね、じゃあ次ここだよね。意外とね、こっちだよ。絶対こっちだ。うん、そうだそうだ。よし、オッケー。これで何かができるはず。よし。今でも同じようなことが起こりましたが、ここまではひどいとは。はい。パス、暗号解除は100%です。ちょっと一回やられます。じゃあ、行きます。お金を手に入れたのかな。ここはなんだ、エリア51。はい。おー、ハート結構あるんだね。自分のデータか。倍返す40。なんだなんだ。いっぱいあるな。そんなことで、あ、セーブポイントが変わった。っていうか、これは僕の家じゃないか。すごいやん。これは何？あ、ワープしてんのか。あの人いなくなった。ちょっと待って。でも、これは、ここに戻ってきたわけだから、これはいいのか。はい、じゃあ、すって。どうしよう。これは。探れるものないか。一回見てみます。もう一回ね。いや、51。壊れることはない。戻りますが、暗号は解除されたんだが、ここはまあ、そんなにもう用はないか。ここはまだ行けないんだよな。きっとなんか、水かな？これなんかあるよね、きっと。とりあえず家なんですが、頭混乱するな。今はこっちにいて、ここ通るとこっちに行けるから、セーブポイントはこれ変わりますが、ただやれることはないよね、ここで。帰るしかないか。多分きっといろいろ探索がまだまだ足りないんだろうなぁとは思いますが、一回やられます。あ、そっか。木とかが切れるようになってるから結構この辺変わってんだった。余裕でいけるとこ増えてますね。そうだ、忘れてた。誰なんだって話ですが。なになになに？新しい敵か。ごめんなさい、時間がない。よし、行く方向は、気になる方向は分かった。先行きましょう。押してみようか。ああ、あっちから行くためのものかな。斬撃注意ですね。はい、倒せます。忍者かな。カポコポ。これはなんだ。時間がない。かまけてる場合じゃないか。お布団を忘れていただいたらもっとお部屋をご用意します。
セーブポイントが OK。 まあ、こっから再開ですね。続きいきましょう。これは、あ、こっから行くのね。あー、ワープポイントか。はいはいはい。そっか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 。なるほど。こういうつながりになってるんだ。トイレですね。さあ、どうしようかな。タンス。じゃあ、ここは、あれか、旅館というかホテルみたいなところですね。一回やられます。屋上が気になるな。おっと。攻撃が激しくなってきましたが、かっこいいね。ハートだ。あ、墓場だ。すごいな。これはなんか初代ゼルダの伝説みたい。骨ですね。え、なになになに。あ、骨か。骨で攻撃できるんだ。なんだこう。そうだ。怖い部屋か。怖いよ。終わりですね。気になるところがいっぱいあって困るな。どっから行くべきか。橋が壊れてますね。押して。なんだなんだ。はい。あ、ちょっと僕殴っちゃダメだって言うんですけど、ちょっともう一回やってみていいですか。もう一回やり直してみて。おや、あれ出てこない。なんだ、もう行ったのかな。あ、いた。はい。マジやべえ、ここ終わってんな。ひどいな。財布なくした。はい。まあ、覚えときます。上に気になるものたくさんあったりするか。ちょ、いろいろあって目移りしちゃうな、ここは。え、なにこれ。時間がない。一回やり直して。トロッコですね。はい。仕事したくねえな。僕もです。はい。一緒に行かないか。まあ、当然ちゃ当然ですよね。さあ行きます。爆弾を掘っておきます。この時はずっとこの爆弾を止めようとしているのにもう手上げだ。ここは侵入できないか。ホマ上司最悪や。サボったんねん。うん。カンテラ終わりました。うわー、何も見つかんねえな。リトライです。今回は上に行ってみようかな。ここはまだ今は上がれないはずだし、今はというか上がれないし、
カードなくしたら探してくれない。わかりました。ちょっと覚えておきましょう。骨も気になるけど、ここは攻撃来るだけか。なんか出てきそう。ん？時間がないなあ。ありがとう。これでホテルキーメンバーが一人増えたと。再開です。あ、次の工場はもうすぐそこですよ。ほらほら急いで。うーん、この人は序盤にいた人だね。角の部屋にグレードアップしたぜ。はい、ありがとう。財布をなくした。うん、ちょっと話聞いたらもう時間がない。今回は最初から上に行きましょう。痛い痛い痛い。あ、大丈夫だ。当たんなかった。骨を持って行って大丈夫ですか。怖いね。おや、あの人いなくなってる。行くべきところはどこだ。まずは己に問うてみよう。うん、テレビは破壊できるのか。はい、破壊して。あ、いなくなった。全く分からん。外出てみていいですか。一度壊すといいな。守りに通ってみよう。多くの富があっても身の守りにはならない。はい、数という数。我々は亡霊である。マリー、今は解けないか。カード落としたって人いたよな。終わりか。すごい行く場所に迷ってしまうな。どうしよう。よいしょ。今回は無視します。深いセーブポイントを変えます。スニーカーハット、スニーカー欲しいよな。ここは何だろう。割り巻きさばっか。それは困るな。お金足りないんだよな。全然お金が集まらん。パワーポイントだ。やった、繋がった。再開です。スニーカーと、この隙間はなんだ。あ、開いた。ちょっと待って。はい、やった、コインです。
あと5枚。ちょっと待てよ。僕は苦手なんだよな。はい。あ、落ちた。こっち行けるのね。はいはい。時間がないな。これは押せない。気になるところ見つけた。謎を解きたい。はい、すいません。ちょっとここの謎なんですけど、いろいろやってみたんですけど、ちょっとわかんないです。一回戻ります。いやー、どこに行こうかな。今回あんまり進展がないような気がする。うん。砂漠あたりにこぎ出してみるか。お、なんだ。ああ、そこか。この前ちょっと時間切れになっちゃったとか、下とかも同じ。こっちはいけないんだっけ。一回やられます。どこに行くべきかな。なんか行けそうで行けないところとかがたくさんあって、ちょっとね、気が迷ってしまう。砂漠を走ってみようか。どこまでもあるよね。そうだな、ブーツ買うお金もないしってところですね。黒いね。そしてね、なんか BGM がなくなっちゃったんだよな。なんか、なんでしょうか。おぉ。植物に手を出すな。やっぱ砂漠はある程度仕様としてはループしてんのかな。まあ、手は出さないでおきましょう。いろいろと可能性は見出せるような場所はあるんですが、じゃあ何かできるかというと少し難しいかなってところで、一旦今回は終わっときますか。どうしようかな。いろいろと目移りしてしまう気もします。うん。では、気になるところは多いんですが、ミニットは次回に続きます。ということで、今回もね、ご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。